ボックス亀太郎です。こんにちは、シャキです。今回の動画では池の掃除をしていきます。大晦日だから。うん、池の中に結構苔が生えてるでしょ。そうよね。新年は綺麗な状態の池で迎えたいと思ったんだよね。確かに綺麗な方が嬉しいけど珍しいよね。何が？こういった掃除ってあんまりした記憶がないからさ。そうかな、結構綺麗好きなんだよ。あはは。というわけで今回は池の大掃除を行っていきます。池綺麗になるといいよね。うん。それではスタートです。うちの池って夏の間はあんまり苔とか生えないんだけど、夏を過ぎたあたりから少しずつ苔が生えてくるんだよね。そうよね、夏の間は気にならないからね。それで放っておいても春を過ぎたあたりから苔は自然となくなっていくんだけど、今回は掃除します。珍しいよね。掃除するとどれくらい変わるのか気になったんだよね。あとこの掃除に使ってるのは100円ショップで買ってきたこのブラシです。これってトイレを掃除するやつじゃん。うん、これが使いやすいしよく取れるんだよね。あとこのブラシこすりですが、この深い場所しか撮影していませんが、この池全体を同じようにゴシゴシしました。こういった苔ってそんな深くこびりついてるわけではないので簡単に取れるんだけど、とにかく水が濁ります。カメさんたちの体に良くなさそうよ。だからカメさんたちが冬眠した状態でやるのが一番いいんだよね。そして場面は変わって、ここは先ほどやった場所なんだけど、濁りが収まって掃除した後のゴミが溜まっています。苔の塊とかなのかな、よくわかんないけど、これも掃除していきます。こういうのはスポイト攻撃で吹っ飛ばします。あとこの掃除中でもまだ冬眠してない木星ちゃんたちがいるから、ちょっと冬眠シェルターに入ってもらいます。この3匹は冬でも池で過ごしたいんじゃないの。けどめちゃくちゃ水とかも冷たいんだよ。とりあえず風とか引いてもいけないから、このシェルターに入ってもらいます。ここで春までゆっくりと過ごしてね。この3匹はそんなこと望んでないかもしれないよ。そうかな。結局はカメさんたち戻っていったよね。うん、カメさんたちの気持ちを考えずに悪いことをしてしまったよ。そうよね、なかなか難しいところよね。うん、けどこれは反省しないとね。それでは濁りも収まってきたので気を取り直して大掃除の最後の仕上げをしていきます。最後はこのスポスポを使ってそこに溜まったゴミを吸い出します。結局全てのゴミがここの底に溜まるようになっているので、ここは絶対に掃除しないといけません。吸い出した水は排出してまたゴミを吸い出します。こんな感じで綺麗になるまでスポスポで水を吸い出します。そしてまた水を排出、それからまたスポスポ、最後にトイレブラシで細かい汚れをこすって取りました。こうやって見ると結構大変だったのね。途中までは良かったんだけど、最後の深いところは時間かかったよね。あとまた濁っちゃったね。うん、けどそれは時間が経ったらまた戻るからね。とりあえず今回の掃除はこれくらいにしておくよ。ここまだ少し濁ってるね。うん、あんまり時間経ってないからね。というわけで今回は大晦日ということで池の大掃除をしてみました。ちょっと思いつきでやったところもあるんだけど、綺麗になると気持ちいいよね。うん、そうよね。
それにしても、なんで夏が過ぎると苔が生えるのかな。なんでだろうね。わかる人いたら、教えてください。あと、いきなりですが、今年の配信は、これで終わりです。っていうか、今年って、もう何時間もないしね。あはははは、そうよね。もう配信しようと思っても出せないよ。とりあえず、今年も1年、サキ&カメ太郎のチャンネルをご視聴いただき、ありがとうございました。あと、ショップサキに来ていただいた方も、ありがとうございました。来年も、頑張ってやっていきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということで、今回の動画は、これで終わりです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それじゃあ、グッバイ。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。